のの電流を流ををすすものを指す構造は電源装置から電極板へ配線したものとなっている。日本では主に銭湯に設置されており、関西において盛んに普及している。ただし、発祥は欧米の方が早いと考えられている。期限については大別して、アメリカ合衆国発祥説と欧州発祥説がある。前者によると、 ジョン・ハーベー・ケロックが1876年にサナトリウムにおけるホリスティック療法の一環として考案している。ホリスティック療法は電気コイル治療、腸内洗浄、機械による乗馬療法、アークライトを利用した頭皮脱毛治療などケロックが開発した様々な健康器具を利用するもので、その一つに電気風呂も実践されていた。実践されていた。 様々な健康器具や健康療法は書物などとして残されており、その珍妙な健康法やそれらに狂じる人々の様子は実話をもとにしたブラックコメディ映画として1994年にケロック博士により映画化がされている。校舎について電気風呂ー愛好、研究している辻野健一はケロック以前にイギリスやドイツの病院では電気療法があり、 フランスにおいて電浴が行われていた記録があるとしている。20世紀初頭の西洋式のエレクトリックバス、カルバニックバス、電気風呂の装置がついた医療用の風呂。向こうに入浴者の頭部を配置し、右側面に3つの電極板が並ぶ。日本では明治時代に医療用に電浴機器が輸入されていた。1922年兵庫県神戸市の風呂屋に、 電気風呂があったことが新聞記事で確認できる。政府の認可を得て最初に電気風呂を設置したのは1933年の船岡温泉である。船岡温泉は元は料理旅館であったが、そこの王のご一郎が病院の低周八療器に着想を得て電気風呂を設置し、それに伴って1933年に特殊船岡温泉と解消することを 通産省に許可されている。それ以前にも昭和初期には存在しており、作家の雲の十三が1928年に書いた電気風呂の開始事件の作中においても電気風呂は登場している。本格的に普及したのは第二次世界大戦後である。昭和30から40年代に団地、公営住宅などを含めて自宅に風呂を持つ家庭が増えて銭湯は 経営的に打撃を受け、特色を出すために露天風呂や、ジェットバスなどと共に導入された。製造元は小西電機、水の通信工業と、すでに廃業している、坂田電機工業所のものが多い。21世紀初頭の公衆浴場などでは、露天風呂に電気風呂がついたり、炭酸泉に電気風呂をつけたりするなど、バリエーションが増えてきている。また、 家庭向けの電気風呂も見られる。2011年時点の電気風呂は出力電圧を調整できるほか様々な波形の電流を作ることができ、連続刺激を得る従来型以外にも断続的にゆっくり揉まれるような感じの刺激や断続的にトントン叩かれるような感じの刺激を再現することができると製造会社は説明する。一方、西洋でいうエレクトリックバスは 電気で温めるサウナやスチームバスのことであり、これは古くは客船のタイタニック号にも積み込まれ利用されていた。さらに医療向けにガルバニックバスという装置もある。大阪市公衆浴場指導要項では電気浴槽の構造設備基準について以下の通り定めている。電気浴槽は他の浴槽と区画されたものであること。電気浴器は電気用品安全法に基づく 形式承認を受けたものであること。電気浴槽周辺の見やすい場所に電気風呂と明示し、入浴場の注意を掲示すること。日本の製造メーカーが提示する電気風呂入浴のコツは以下である。また、心臓ペースメーカーを使用しているものは電気風呂を利用しないように医療機関が呼びかけられている。この他にも利用を避けるべき場合がいくつかある。ありがとうございます。